はいえー、皆さんおはようございますえー、DZH ミナシャリスハッチの和田ですえー、ただいま十二月六日の火曜日ですね朝の七時二十九分ぐらいになりますけれども SBIFX ライブ始めていきたいと思います。 昨日はですね、まあ、ドルが全面的に買い戻されるという形となりました。昨日はですね、株価の方も一時580ドル、ダウ平均ですね、580ドルを超える急落となるなど、やはりですね、アメリカの長期金利がですね、一転して経営上昇に転じる中で、ドル買いに走ったという形となりました。指標もですね、ISM の非製造業数こちらは非常に強かったというところ、そしてその前からですね、ドル買い始まっていたんですけれども、ウォール・シー・ジャーナルのフェドウォッチャーであります、ニック・ティ ミラ直ス記者こちらのですね記事を受けましてやはりターミナルレート5%以上がですねまあ準備されているんではないかというようなそういった観測こちらがですねやはり金利を押し上げたという形となりましたドル円ですけれども一時136円の86というところまで一気に買い上げられるという形となっていますそこらへんもちょっですね詳しく見ていきたいなと思います はい、えー、こちら見てもらってますのが昨日一日としのトレンドグンチャートとなっています、まあ、東京時間はですね、えー、1434円のミドルですね半ばでの揉み合いでしたけど揉み合いの中で、まあ、一時134円の13の安値をつけたんですけれどもその後はじりじりと、ねね、下値を切り上げていくという形となりました、えー、東京時間午後から欧州時間入りかけにかけました一旦は戻り高値を試す展開135円の54まで値を上げますその後はですねアメリカの10年差ありまり一時3.5% 割り込みまして3.4987%まで一時低下に転じる場面があったんですけどもその場面で一時135円の丸2まで値を下げ下押す場面があったんですが結局ここがですね入浴時間の安値という形となりました5円台をキープしますとその後また再びじりじりと下値を切り上げていくという形となったわけですそしてですね先ほども冒頭でもお話ししましたようにこの今 FMC がですねもう 来週に控えているということで FMC のメンバーからはですね発言ができないブラックアウト期間に今週から入っているんですね。 でこのブラックアウト期間に入りますと、にわかに注目を集めますのが、ウォール・シー・ジャーナルのフェドウォッチャー、ニック・ティミラウス記者なんですけれども、え彼がウォール・シー・ジャーナルの記事をですねもう早速出してきたというところなんですね。やはり先週末の雇用統計のですね賃金上昇、こういったことが非常にえ上昇圧力が強まっていると、えこの上昇圧力の強まりが、あーですね、12月の0.5%の利上げの後来年に向けてですね、 5%以上の利上げを準備させ,せざるを得なくさせているのではないかとこういったですねやはりいい記事になっていたわけですやはり来年の2月も0.25ではなくて0.5%の可能性も出てきたというようなですね記事の内容になっていましてやはりこういったことを受けて債券市場を真っ先に反応します金利がですね上昇に大幅な上昇に転じ始めますと川瀬市場でも少し時間を置いてですねこの反応してきたというところでしょう そして迎えましたのが11月の ISM 非製造予数こちら53.5 53. の予想のところが56.5とかなりですね強い数字となりました。えー、こちらをきっかけにこの12時のポーンと跳ねてますけれども、この数字をきっかけにまた再び上値を試す展開。アメリカの長期に10年3利回りで3.4987%だったものが3.6103%まで大幅な上昇となる中、136円の86の高値まで値を上げるという形と なりましたでこちらですけれども、です冷やしのチャートで確認をしていきましょう、あその前にちょっとここ見てください、先ほどからお話ししましたニューヨーク時間のですね下値が安値が135の丸に、まあ、当然、もうここがね今日大きく下げた場合のサポートレベルという形となってきています。 しのチャートで確認していきます。ど、ま、れ、あ、に関しましては、この200日のところですね、一旦は下抜けたものの、ですね、先週末、下抜けたんですけれども、結局また再びですね、一気にまた上 200日がサポートされて、買い戻しが入ってきているというところですね。そして今日上値の非常に目ドとなってきていますのは、この1目の転換線ようやくう下がってきたんですけれども、昨日、転換線137円の6にあったんですが、今日ですね、1円ほど落ちてきています。136円の76が今日の1目の転換線なんですね。ですから、転換線の76や、昨日高値の6円の86だったですね。こういったところがとりあえずの目ドで、ここを抜けてきますと、こちら。 ですね、この急落した10 12月の1日に急落してるんですけれども、この急落のきっかけとなったブレークポイント、11月28日の安値ですね、こちらが11月28日が137円の5丸だったですね、ここを抜けて一気にですね下げ,下げ幅を広げたということでしたので、やはり戻りもですねこの11月28日の安値であった137円の5丸といったあたり、こういったところが戻りとしてはかなり重要視されるというところでしょう。 ここをまた上に抜けてきてしまうようですと、ちょっとですね、この一旦この下げ相場が終わりということにですねなってくると思いますので、非常にここのところですね、重要になってくるというところですね、この11月28日の安値、137円の50というところが、上値としては非常にポイントということになりそうです。下サイドに関しましししままては先ほどもお話ししましたですね あとはですね、こちらになります、先ほどお話ししました、入浴時間の約135円の丸にはもちろんなんですけれども、ここのところ、先週末の雇用統計の時雇用統計の時の高値ですね、ここが135の98で6円をつけれずに下がってしまったんですけれども、そういった意味でも、この5円の98という先週末の高値のところ、ここが今度はサポートになってきているということになると思います。まあ、非常にいいですね、この5円台のところですね、攻防戦になってくるというところでしょう。えちなみに大きく 下げた場合には200日土金制のところ、今日は134円の73に位置しているという形となっています。 はいえー、それではユーロドルの方も見ておきましょう。昨日はユーロドル欧州時間ですね、マルクールマクルーフアイルランド中銀総裁こちらの方が、えー、タカー的な発言を行いまして、一旦はユーロドル高値を更新しました、1.0595の高値をつけたんですけれども、その後は、ですね先ほどからお話していますように、アメリカの長期金利が一転して大幅な上昇となる中、ISM 非製造業指数の数字を受けて、ストーンとまた売り,売り込まれるという形、えー、引きにかけましても、 金利の急上昇とともに1.0481の安値まで値を下げるという形となりました。 こちらも東のチャートで確認していきます。まあ、ユーロに関しましては、まだですね、まだ上昇、買い戻しのトレンド、まだ続いてはいるんですけれども、それをですね維持できるかどうかを占う上でも、やはりここのところ、転換線のところでしょうね。転換線が1.0443に位置しています。昨日の安値が1.0481ですので、そこを抜けて1.0443の転換線を維持できるかどうか、あとは12月の2日の安値、1.0429ですね。こちら、雇用統計後の安値になりますけれども、1.0429。 といったあたり、まあ、ここらあたりがですねやはりチャート的には非常に重要なポイントになってくるというところでしょう大きく下げた場合はやはり200日でしょうね200日が1.0360に位置していますはい、えそれではですね今日予定されてますもの経済指標を確認していきましょう はい、こちら見てもらっていますが、今日予定されていますものは経済指標となっています。今日はですね、アジア時間非常に注目なです、ね、経済指標、イベントが待っています。9時半が7、9月期のオーストラリアの経常収支、そして12時半、RBA ですね、オーストラリアの政策金利の発表が控えています。まあ、こちら、利上げ予想ですけれども、あとは声明文ですね、この後の来年以降の利上げに対してのです、ね、見通しがどのような形で表現されるのかといったところ、そこら辺をですねやはり気にしなければいけないというところでしょう。押時間ありまして16 6時10月のドイツの製造業新規受注、6時半が11月、イギリスの建設業の PMI、こちらが発表となります。同時刻、6時半には、7区の南アフリカの GDP、そしてニューヨーク市場入りますと、10月カナダの貿易収支とアメリカの貿易収支、こちらが、えー、発表されるという形となります。そして24時ですけれども、1月のカナダのアイベが出します、購買部景気、えー、数ですね、が、えー、発表となります。 そしてジョージア州上院の決選投票、こちらですね、まだ続いてるんですね、最後のですね決選投票ですけれども、ほぼほぼも体制としては、ですねもう上院下院の勢力図としてはほぼほぼ変わりはないというところですね、こちらにはあまりマーケットとしてもですね影響は少ないということになりそうです。 まあいずれにしましても、ですねやはりちょっとその米国サイド、ですね株価の方が全面安となりました、ダウ平均も482ドル安、ナスダックも1.9%安ですね、サンド P500 も1.79%安と大幅な下落という形となっています。まあ、やはりですね先週のですねパウエル FRB 議長の講演を受けまして、マーケットとしましては、やはり少しはとがんになってきたんじゃないかというようなですね観測非常に高まったわけです。そしてターーミナルレートもとか 割り込むまで来年のですね利上げの上限が少し下がってきたというような見通しがですね非常に高まってたんですけれども、ブラックアウト期間になってすかさずです、ね、真っ先にニック・ティマラス記者がウォーシュ・ジャーナルにこういった記事を書いたということ、まあ、こちらはですねやはり5%から5.25%、最低でも5%以上をです、ね、やはり今議論しているんだというところですね、まあ、少しこういったマーケットの認識を少し情報修正させるという意図があったと思う ですけれどもこういった動きがあまたですね今日も川瀬市,市の方に大きく影響する可能性が高いというところだと思いますそれでは今日の解説をい,いたします